やーあのね今日ねちょっと山の見晴らしのええとこ見っけたんでねちょっと行ってみようかな思って久しぶりに久しぶりの割にはセロなんですよちょっと期待外れ知らんけどいや俺はおもろいねこれがすまんなここは絶対ねくれぐれもハーレー僕らみたいなねスーサイドで入ってくるような場所じゃないんですけど、まあ、このセロやったらもう簡単なもんなんですよこんなん普通の道ですよこんなもん行き止まりちゃいますよこっちですねこっちが行くとね結構見晴らしのいい場所あったな思ってそこ行こう思ってねうわこんなんやったかなこんな砂利あったかなおいあったないやいやあったんですけどまあまあまあこんなんねこんなんでちょっとなまってる久しぶりでなまってるから俺どこにおったんやんそういう話なんですけどすまんないや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 もうね軽くダートなんですよまあまあ別にねそんな大して険しい場所でもないんですけどとりあえずね見晴らしがいいんでもういっぺん来たいなと思ったんでね来たんですけどクマ出てけへんやろなしかし今の季節ってね急になんか寒くなったりかと思えばねまた夏戻っていくんちゃうかっていうようなね暖かくなったり難しいなこの季節ここねめっちゃ見晴らしがいいんですよちょっと俺ね好きになっちゃってね一回来てほんでこれめっちゃ静かなんですよ誰もいないんですよ見てくださいよこの絶景まあ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 、だいたいね、この辺、これをね、ぐるっと回るとね、だいたいって言い方はないんですけど、こっちに、ここにね、止めれる場所があるんですよ。裏なんやろ、なんもないな。おそらくね、ここがね、多分、駐車場だと思うんですよ。この辺に止めてたらいいと思うんですけどね。行くわけですよここそうするとね絶景があるんですよねここにねログハウス的なものがあってこれないんやろななんかやってんのかな中でなんか集まりかなんかあんのかな知らんけどこういうログハウスもありのねちょっとね俺前にねここに来た時にここになんかこう書くもんがあったんでね書き残したんですよ俺自分のなんて書いてたんかなあこれや俺YouTube すんがんチャンネル見てねあれナイトさんモトブログフリーランチョッパーって書いてねステッカー貼ったんですよこれこれねまたね見つけに来てくださいよ歌垣山知らんけどいやー静かなとこですよちょっと曇ってるんであれですけどまあまあまあ時間が遅いっていうのもあるんですけどこう時間が早くて晴れてる時ってめっちゃここあれなんですよ
綺麗んですよ、景色が。誰もおれん、静か。ここいつ来ても誰もいてないんですよ。絶景ポイントです。一度来てみてください。ちょっと砂利ありましたけどね。そろそろ帰りますよ。まったりできましたんで、これね、こうやってまっすぐこのまま、ちょっと砂利がねきついんでね、まあまあまあなんとかね、来ようと思えばね、ハーレーでも来れると思いますよ、僕は。うわぁ。なぁなぁ言うとんねん。景色やろうに。いやでもね、ちょっと寒なってきたわ、日が落ちたら。なかなかのポイントじゃないですか。静かにね、したいときはね、ああいう人気のないところに行くのもありっちゃありなんですよね。うわ、この辺気ぃつけなあかんない。こういうところへんはね、ハーレーでもね、ゆっくりね、走らないと怖いよ。マジ怖いよ。まあ僕はね、だからというわけじゃないですけど、この元で来てるから、まあまあまあ普通に走りますよ、この辺は。わお、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 わお。ちょっとケツっとね。うわ、ケツる。軽く遊べるね、この辺。おお。この辺アスファルトでもなんか滑りそうやな。え、これなんやろ、ここ。え、なんて書いてんの。松茸山。こんなとこ生えてんの、そんな。うわうわうわ、入ったら怒られるわな、ほら。
でもこれなんか道あるんですよね。これいっぺんね入っていってみた。ちょっと待て、もはや俺ら松茸を発見してしまったぞ。倒れへんかな、いける。松茸を発見したぞ俺らも。すでにこれちゃうんか、なんかあ、これえこれ違うな。木に生えてへんやろ。まず地べたですよ、松茸は大体ね。もどきやろね、なんとかもどきとか言って、なんか毒のあるやつやろな。やめとこう。え、どうしたの。ちょっと待ってくれよ、あんなとこで。あ、そうかそうか、スタンド、俺スタンド立ててなかったから、もうなんかね、立ててなかったんちゃうね。スタンド上げてなかったから、一足止まんのか。んーな、ハイテクハイテクやのそういうのあるのね、安全防止のために。帰りまする久しぶりに。いやでも雰囲気のええとこでしょこれね、道がね。これしかし、ほんま日が暮れて夜になったらもう電気一つもあれへん。これ暗なんやろな、この辺めっちゃ怖いんやろな。山に来るとね、そういう心配があるんですよね。もうヘッドライトだけでしょ。いやー、松茸山も発見できたし、俺関係あれへん。怒られるっちゅうね。絶景ポイントたまに来ようかな、一人で。ええ雰囲気やもん。そんなね、高い山っていうか、そんな距離ないんですよ、ここ。こんな近場でね、あんなんがあっただなんて、すまへん。もうすぐ降りてこれるんですよ、こうやってね。すぐ降りてこれるんですけど、結構高い山やったもんね。まあまあまあ、能勢のね、ちょっとした脇道なんですけど、妙見山の横の山なんかな、これ。これもよう知らんねん。いい絶景でした。そしてなんとなく紅葉まだ早いけど、とまあそんなこんなでまた会おう。